あ、しまった。メダカリよし、来た。あー惜しい。今も口まで加えそうだったな。よいしょ。もうギリギリにキャストするね。どうかな、3回目はさすがに追ってこんか。追ってきたか、追ってきた。どうだ、これリアクションダメか。握られたか。いいとこ入ったんだよな。よし、ちょっともっとゆっくりやるか。でも握られるんだよな、あんまりゆっくりと。あ、もう追ってこうか。あ、さすがにもう4回目通してもダメだね。3回だね、あそこおるね。ちょっと休ませて、あとまたチャレンジしようかな。よいしょ。絶対おるんだよな、こういうとこ。しかもでかい。なるべくあそこのね、ピンポイントに入れたいんだけどね。よいしょ。高っ。いった。いいとこ入った。追ってくるかな。追ってこれば、アップからダウンに変わるところのところで結構ねヒットあるんですね。どうかな。アルミンは結構ね厚みがあるんだよね。あの抵抗受けやすくて。あきゃ、あ、追ってきたけど、あれ何見切るのこの人。くる。あ、なんだろうなこれ。ちょっとルアー変えるしかないかな。どうしましょうね。アルミンシリーズ追ってくるけど完全に見切られてる。途中本当に直前まで見に来るけど、やっぱ違和感与えないっていう意味では、こうでもな、あんまり軽いのじゃな。どうかな、この白黒でやってみるか。あんまり軽いのはね、結構水流があるんで、強いんで、あんまり軽いのをね、やってもね、すぐ流されちゃってね、おじゃんって感じになっちゃうんで、飛ばねえよ。こっちの方が違和感はないかもしれんけど、飛ばない。ちょっとね、前かがみになって、時々木の枝とかがあって根がかれするんですよね。よいしょ。やっぱりもうちょっと重たいルアーの方がいいな。ここはあまりに水流がありすぎる。あかん。ポイントまでうまく届けても、これだけちっちゃいって軽いとダメだね。一回見に来たけどね、結構早い段階でポイッとされましたね。まだね、黄色とかの方が良かった。反応がいいですね。これはちょっとね、難しいね。ルアーセレクトがね、難しいですね。今のところ今日朝一で反応が良かったのは黄色。
黄色が一番反応がよくって、その次に赤。じゃあダメ元、本当にダメ元でスピナースミスさんね、スピナーです。おお、足場も、ね、気をつけんとやばいね。ダイワは、あ、ダイワじゃなくてスナップはダイワさんの D スナップ。お、よいしょ、 D スナップ。特用をね買ってます、いいな。トラウトモデルです。トラウトモデル。シングルフックバームレスです。スピナー、スミスさん。AR スピナーです。これは沈めて巻くだけ。来るかな。スピードと棚が合ってれば一発で釣れたりすることもあるんですよね。一回やられちゃったかな、ダメかな。そうね、見える。追っかけてこーん。あっちまで行っちゃったかな。あっち木があるから絶対あの針がね、多分見たがりするんだよね。よいしょ。いいね、この抵抗感がね、いいんですよね。程よい抵抗感が。本当ね、ただ巻くだけ。あー、反転したー、バッカーン。ダメだな、もう。4度ぐらいね、チョイスしてきましたよ。だけど、あかんかったー。2匹ぐらい出てきましたよ。結構いい方。あー、ついてるけど無理か。なんだー、食わんかい。どうしちゃったのこれ。叩かれすぎ？こんな擦れてるの？見えるんだもん。ついてく。あ、ついてくー、ダメかー。うっそー。あー、しまった、やべ、木に引っかかる、枝に引っかかるとこだ。もっと早く巻いた方がいいんかな。早く巻かんとダメか。早巻きか、これ。早巻きだな。よし、行ってみるぞ。ちょっと早巻き。来た。あー、もうダメだ。もうさすがね、4回行くとね、もうダメだね。いい魚だよ、あれ。でかいもん。もう一回やってみる。早巻き。遅いとね、多分ダメなのかな。早すぎてもダメだよね。おかしいね。あー、やべ。もうダメだな。くそー。もういい感じだね、ここもね。フライとかだったら出そうな気がするけど、ここはね、ルアーエリアなんですよね。毛針じゃなくてルアー専用。年によってね、レギュレーションが変わってくるんですよね。どうかな、追っかけてこんかな。早巻きするとね、ルアーが飛び出ちゃう。
なんかね、ルアーって高比重なればなるほどやっぱり有利ですね。有利。釣り上がってる人がいるね。もったいね。アップに投げて、見せて、あれ根掛かり？いやいや根掛かりした。何が入ってんだっけ。おっ、来た。よかった。結構タイトにね、キャストしないと、上の障害物に。キャストして、クロスでキャスト、で、ダウンで、巻いてくる。その時にね、当たりがね、うまくいけばあるんですね。あの一匹、最初の朝一の一匹惜しかったな。針かかって手前まで来たんだけど、ばらしちゃったんだよね。結構ね、いい方。30ぐらい、尺はあったと思うよ。天からみたいになってる。竿を立てて、ね。障害物がね、あるのに。岩とね、岩の間を縫うようにキャストし、フルアを通してくるような感じでやってます、うん、こんなちっちゃい岩の岩と岩におるんかいなっていうようなとこでも結構ね、あのチョイスがあったりしますよ。なのでね、丁寧に丁寧に全部ね、全部えぐるような感じで、あー、もうちょっと、もう一回り大きい方がいいかな。ちょっとね、スピナーの大きさ変えます。重さを今これ 2.5g なので、 2.5g だってやっぱさすがに小さいかな、ね、魚がね結構大きい。今までちょっと見ているの、あの春先よりもね、時のよりも解禁直後よりも大きい。あれ？こっちか、スピナー。こっちか。今度ね、スミスさんの 3.5g？ 色違い。シルバーですね。バーブレスフックに、トレブルがついてるんですけども、バーブレスフックに。カルティバ5号かな。ミノー用しかなかったんで、ミノー用のフックをつけました。 3.5g かな。 3g か 3.5g どっちか。本当はねシルバーが欲しかったんですけど、ちょうどなかったので、まあ、あのブレードがねシルバーなので、竿は52ですね。L タイプ。ちょっと強いタイプですね。UL とかでもいいですけどね。さすがに沈むね。うん。3g以上あるといいね。さっきのところでやってみようかな。両流にね、アングラーさんいますんで。とね、本当はね釣り上がりがいいんだけど、ちょっと上がってきちゃったので、さっきいたところ、泥場をね流します。あ、飛び出ちゃう。ちょっとね
もうこれ絶対離したくない。離したくない。離したくない。はい。ネットはね、十分濡らして。よいしょ。入った。やったよ。何度目の正直だったのかな。手も濡らしてね、ベール返して糸フリーにして、20秒ルールっていうのがあって、20秒で逃がさないと本当弱っちゃうっていうやつですね。あれ、どこ行っちゃった。あ、こっちか。岸からね、上げるのは20秒以内にしとかないと魚さん弱っちゃうので。今日はね、大会なので何センチかわからないといけませんので、ちょっと申し訳ないけど、動画じゃなくて動画見えない、にくい。写真。あ、針くっついてるわ。針がついてるってことは、ちょっと待てよ。写真はね、もうちょっと。難しいよね。こうやって水から上げなくてね、上げずにやらなきゃいけない。あれ？アマゴちゃんどこ行っちゃった？あ、おるか。ごめんね。あ、いい方だな。0センチから。うまく取れんな。よいしょ、ごめんよ。あ、ダメだな。これどうやったらうまく取れるのかな。さあ、ありがとう。ありがとうね。バイバイ。よいしょ。来たね、よかったね。何度目の正直だったかな。これは、ね、セリアさんかなんかの、ね、100均ですね。ダイソーさんだと半分赤なんですよね。そっちの方が見やすいかもしれないですね。その後ね、セリアさんが出した後はダイソーさんが追従して出してきたので、三洋ナイロン4ポンドです。ピンクのね、GTR ってやつ。村田はじめさんがね、プロデュースしてるような格好ですかね。ね、ただ巻きだったんですよね。なんかね、アクション入れなくて、取ってきてくれたからすごいなぁ。缶釣りとかでね、よく使ったりはしますけどね、ネイティブは初めてです。スプーンでもダメ、ビノはちょっとまだ早いかなっていう感じで、結構ね、竿を下目にしてましたね。竿がロッドを寝かした状態で水面直下をドリフトで流してきて、やっぱね、リトリーブのスピードってね、多分大事で、なかなかいい方はもうちょっと一尺ぐらいあってもある、ね、あるようなやつはちょっとなかなか。さあ、一回釣れちゃうと場が洗う、もうちょっとね、今度釣り下がりますね。釣り上がりをね、他のアングラーさんいますんで。